こないってことは、ヘッドが出てこないと知らないわけで、後ろ肘を入れていけば自然とバットの力も出ていくし、自然とこう出とると思う。うん、状態、ここで三角形。例えばこれが上がっとっても、上がっとっても打つ瞬間って閉じてこない。今のところ絶対これは三角形だと思う。本日は小学4年生のライト選手、地元広島、期待の持てるバッター、森ちゃんレッスン3回目の様子をお届けいたします。おお、だいぶ変化で勝てるようになってるんじゃない。こちらが以前のライト選手の様子、変化にも注目してご覧ください。どういう意識やってるの？伸び前に行って、左足から出して、ヒップが下がるように。下がるように。OK。フライト行こう。はい。はい。いいじゃん。練習生が見とるじゃん。はい。よくなったでしょ。はい。石持っていけ。はい。はい。過去一位は。おお。はい。以前 T の投げ方をお伝えした動画でライト選手親子ご出演いただきました。それからも引き続き練習を行っており、その成果もあり今日のスイングにつながってきたのではないでしょうか。はい、スイングは OK、 あとは腕の使い方、スイングは OK、 ここも OK、 良くなった。これが当たる瞬間にこう曲がっていってるわけかな。前腕は伸びた、で後ろ肘を中に向けていって、ここでしか捉えます。はい、同じ道を通っていって、で、OK、はい、ゆっくり出して前腕が、ビリラジが、前腕を曲がっていく。これを前腕伸ばした状態で、後ろ肘をこう入れていく。そう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 、こういうイメージで入っていく。はい、で、同じ道を通っていって、同じ道を変えていく。で、同じインパクトで、打っていく。はい、OK。ライト、そこぐらいかな、今。はい。もっと投げ飛ぶようになってきそうですから、はい、レッシーで前腕を曲げてこない、伸ばして、もっと伸ばして、もっと内から出してもらう。そう、はい、そのまま、はい、ゆっくり戻っていって、はい、同じ形で、はい、あれがまだこう曲がってくる、これを伸ばしてもらう。それを当たる前にここ体の中でこれを返していくよ。はい、あれ見て、こうなったら分かる。ライトだったら、ここ右手がこう上を向いた状態で、ここでストップ。バットと地面がこう平行になるから、ここでストップして、ここでストップ。こちらに行かないと三角形を意識して、こう、これがライト、今こう入っていく三角形のままドン、ここでドン。それをバットが転倒性能に地面と平行になってる、はい、最後右手の方が上じゃん、一回そう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 、はい、それでいくよ、フランでいいから、そこでストップして、はい、そう、もう3回目で、はい、そうそうそう、はい、そう、いかがない、はい、おーしゃい、肩口の地面と平行になる、そうそうそう、今で、はい、はい、オッケー、はい、よっしゃ、じゃあ交互にいくよ、これでやって次普通に、はい、よっしゃ、はい、次に戻すから、はい、おーいいじゃん、はい、さあ、はい、次に、はい、おっしゃできるじゃん。すごいもん、意味はない。それが普通だけど、まあ、はい、そうそうそう、はい、じゃあ出てきてしっかり、はい、ほら、いいじゃん、やればおしゃ、いつやるの、おしゃ、はい、そうそうそう、はい、しっかり肩口から、はい、おー、いいじゃん、いいじゃん、はい、
ライトもいいよ。はい。おお、今のです、今のです。はい、同じレジ、形から。はい。あー、惜しい、ちょっと曲がった。ちょこっとダブ曲がった。ちょこっとダブ。ちょこっとダブ曲がった。分からん。ちょこっとダブした。死ぬ。じゃあ、次、高め投げるから、ちょっとワンワン打つようなイメージで、打ってきて。はい。はい。ライト高めてる。高めで低めどっちが得意？低めが得意だ。じゃろ。はい。オッケーいいよ。今軌道修正。はい。はい。その時も一緒。ヘッドは頭の後ろを出して。はい。おっしゃオッケー。はい。おっしゃ。最後使い方ね。はい。はい、真ん中。はい。もう、それぐらいのラインがいいね。それぐらいの軌道がいい。三角形と、この、片の力入れるのがいいし。はい、中で。はい。はい、真ん中。はい。もう、それぐらいの軌道がいいね。はい。ありがとう。はい。もう、今よかった。はい、それでは実践打撃、バットの軌道、三角形、そして凄まじい打球にも注目してご覧ください。はい、この縦から縦打ちで入れていって、三角形をキープしたまま返し、はいはいはい、はい、平たい右手でいいから近い形を意識して、はい、はい、おー、外届くね。前外が苦手だったよね。おー、すげえ。そうね、前外が苦手だったじゃん。僕も嬉しいじゃん。どうした、すげえ。はい、うん、はい、その後もライト選手身につけるべく振り込んでいきます。若干コースとか高さによってはフォームが崩れてしまうこともあるんですが、そこは今後の課題。非常にいいきっかけ、いい練習ができておりました。
はい、よっしゃー。はい、ラスト2アウト2、3塁で、はい、0対1の掛け取るよ。はい、2アウト2、3塁、2、3、はい、サヨナラ場面で、はい、一気に集中して、はい、よっしゃー。いいアピール、いいアピール。はい。はい。はい。ほほ。出ますね。はい。はい。ファウル。ファウルね。細かい。偉そう。はい。よっしゃ。はい。うわあ。はい、正真正銘さよなら。それでは本日のおさらいです。前腕どうなってる？前腕伸びてくる。これがライト、こういう状態です。肘が曲がって後ろ肘が入ってこないってことはヘッドが出てこないと一緒だと思って、しっかりまっすぐ引いた状態でよりこう後ろ前後ろ肘を入れていけば自然とバットの力も出ていくし自然とこう出とると思う。ラジオ問題、ここで三角形、例えばこれが上がったっても上がったっても打つ瞬間でも閉じてこないし、インパクト絶対この三角形だと思う。スローでインパクト持ってくる。スローでインパクト、そうそうそう、もうちょいもうちょいする。これぐらい、この状態だ。このぐらいのスローして、腕どうなってる？腕どうなってる？この状態戻っちゃった。まっすぐのライン、そう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 、そういうイメージよ。そういうイメージ。よっしゃー。このチャンネルでは元独立リーガーまこちゃんが全国の未来の甲子園ボーイたちに野球の楽しさを一番に伝えていき、野球の成長のヒントになるように分かりやすくシンプルに発信しています。皆様全力で楽しみましょう。全国各地からたくさんのレッスンにお越しいただいてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。